阪神館の珠玉のスイーツコレクションをシティライフの読者モデルがテイスティングするコーナー、略してスイコレ。今回ご紹介するのは甲子園に2店舗展開する菓子工房ラ・バニーユです。地元宮古に心を込めたお菓子を届けたいという思いからスタートしたこのお店、3月にオープンしたばかりのこちら南甲子園店も連日多くの人でにぎわっています。甲子園ふわふわロールに甲子園エッグバーム、甲子園と名が付く商品が多いのはそんな地元愛から来ているのかも。そんなラ・バニーユのオーナーシェフ珠玉の一品はこちら、バームパフェ。お店で毎日焼いているという評判のバームクーヘンと季節のフルーツ、いちごのムースたちが一度に楽しめる一品です。手作りの一本焼きにこだわったバームクーヘンを使いまして、生クリーム、いちごクリーム、季節のソース、それに旬のフルーツを盛りだくさんに飾った、大変お買い得な商品で、味もしっとり美味しく仕上がっております。ぜひお買い求めくださいませ。このバームパフェを試食するのはシティライフ読者モデル、そしてスイーツご意見番はライターの松田紀子さん。今日のスイーツはラ・バニーユ南甲子園店さんからバームパフェです。はい、どうですか。あ、その名の通りやっぱパフェ、パフェですね、可愛、ね、いですね。クリームもすごい酸味があって、そうですね、なんか何層にもなってて、スポンジじゃなくてバームクーヘンっていうのが珍しいですね。うん、甘さが上品な感じですよね。で、酸味とすごく合ってるので、これは美味しい。この小さな中にフルーツも盛りだくさんあって、やっぱりさすがにパフェというだけあって、楽しい一品だなと思いました。ごちそうさまでした。バームクーヘンが思ってたのよりもすごいしっとりしてて、で見た目もこう春らしくてすごい可愛い感じで、食べるのがすごい楽しいです。フレッシュなフルーツがふんだんに使われているので、見た目も味もとても贅沢で可愛らしいケーキだと思います。しっとりバームクーヘンと酸味のあるフレッシュフルーツがぴったり合った、他にはない一品です。いやこれもまた美味しそうでしたね。本当ですね。このスイーツのコーナーってなんか幸せになりますよね。本当ですね、はい、なんかでもこのお店は地元に愛されているお店らしいんですよ、いいですね、いいですね、地元のお菓子屋さん、はい、おケーキ屋さん、